ラティヌスから月刑事を授けられるアエネ・アース・アルバロン・ガ王はローマ神話に登場する君主ローマ文明の創出者であるロームルスが属したシルイウス家が中心となった王家で後期の王の幾人かは実在したものと考えられているアルバラ天王ローマ・ラテン王ローマ・アルバ王とも呼称されるこの王位はローマ神話に登場するトロイア人の戦士アスカニウスが築き その父アイネーアースとラテン人をラティヌスの娘、ラヴィニアの間に生まれたイボテシルーィスの子孫が継承したアルバロンガの君主を指す。アイネーアース伝承を含むローマ神話自体が、ラテン人の都市国家を起源とするローマ帝国、および、それを統治するユリウス氏族の権威を高めるために、帝政初期に生み出された民族神話であることは広く知られている。 つまりラテン人とローマとユリウス家にギリシャ神話の神々やトロイア文明を結びつけることを意図して創作されたわけである。新しい神話は主にそれ以前からあったギリシャ神話とラテン神話を結びつける形で変革したが、その結果としてトロイア文明の滅亡とローマの建国が時期的に合わなくなってしまった。アルバロンガの歴代国王の多くはラビニアとアイネーアースのロマンスから その末裔ロムルスとレムスの登場までの辻妻を合わせるために後々から付け加えられたと考えられている。したがって、アイネーアース、アスカニウス、シルウィス、ロムルスとレムスなど重要な王を除く人物は伝承によって数や人名が頻繁に変更されている。通常、アルバロンが最初の王はアスカニウスと伝承される場合が多い。しかしその後、アスカニウスは 自らの子でなく、イボ兄弟のシルイユスに王位を譲り、また王家もその子孫に継承されている。こうした側面から、最初の王は、アスカニウスではなく、ソフラティヌスなのではないかとする説が存在している。歴代王の正しい順番や数は、不明なものの、アルバロンが王国自体は、その実在が確認されている。同じラテン人国家である、ローマ共和国に滅ぼされるまでは、 ラテン文明の中心地であった、ティトゥスリウィウスの伝承とハリカルナッソスのディオニュシオスの伝承に基づく。ティトゥスリウィウス、ブックアイ、ヒストリーオブローマハットディオニュシオスオブハリカーナッサス、アイ66フォルティシモ、ロマンアンティキティス、ハットラインズ10111016、ありがとうございます。